メグロレンが木村拓也の誕生日を祝うメール一番乗り佐久間、木村さんの連絡先知ってるって時点でやばい。12月21日の藤川、プレゼンツスノーマンの元のまんまは、スノーマンのメグロレンと佐久間大輔がパーソナリティを担当し、メグロが木村拓也の誕生日にお祝いのメールを送っており、それが一番早かったというメールを受けて、メグロがその経緯や木村と、 連絡先を交換したたきっっかけについて語った佐久間、木村さんの連絡先知ってるって時点でやばいから。11月13日に誕生日を迎えた事務所の先輩である木村拓也に誕生日おめでとう。メールを送っていたという目黒。目黒が1番でラウールが2番目だったと木村が語っていたというメールからその経緯を目黒が語った。